もう、すでに、世界に、バレバレの IHI 社製、次世代ジェットエンジン、XF9 プロトタイプ。新たに入手した情報と合わせて、詳しく見ていきますね。この静かなる防衛でも、何度もお伝えしていますが、今回ばかりは、米英が注目するのがわかります。中国の反応も、面白い記事を見つけ、技術が追いつかないことが、わかったみたいです。防衛省が2010年8月に公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、次世代戦闘機 I3 ファイター、I ファイターがいわゆる第6世代国国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱された。この I3 ファイターの I3 とは、高度な情報化、インフォームドと知性化、インテリジェントされた戦闘機によって、敵を、瞬時、インスタンタヌアに叩くとの3つの単語の頭文字で、現在運用している、平成の冷戦、ことへ、普通戦闘機の後継機種として、三菱重工業を主管とする、国内企業7社によって、開発が進められていて、F2 の後継機種であることから、F3 あるいは、FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもある。防衛省では、2020年度、令和2年度、防衛予算において、初めて開発予算して以来、これまでは、この I3 ファイターを将来戦闘機呼んでいたが、2019年12月公表の、我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要案では、次期戦闘機を正式な呼称としている。この次期戦闘機は、純国産化を目指しており、F2 戦闘機までは、国内で開発ができなかったジェットエンジンについても、純国産を目指し、2010年に、防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が、これまで、アメリカ製の戦闘機エンジンをライセンス生産していた IHI と、共に研究開発を進めていたもので、2018年6月に、プロトタイプが完成し、XF91 と名付けられて防衛装備庁に正式納入された。この XF9 開発には、その母体となった XF5 というエンジンが存在し、やはり防衛装備庁と IHI、当時は石川島播磨重工業によって共同研究、開発が進められていた。XF5 は、XF9 と同様に、アフターバーナーを備えた、ターボファン方式ジェットエンジンで、1995年から2008年まで、研究開発が進められ、1998年には、初号機が完成、ステルス研究のための、先進技術実証用研究機、X2、新進に搭載され、2016年4月22日に、初飛行に成功していた。XF9 は、次期戦闘機に搭載することを目標に開発されている、低バイパス非ターボファンエンジンで、開発基本コンセプトは、ハイパワースリムエンジンであり、大井で勤かつスリムであることを目指している。そのサイズは、現在 F15、イーグル F16、ファイティングファルコンに搭載されている、アメリカのプラット&ホイットニーの F100 エンジンと、ほぼ同じで、空気取り入れ口の直径は約 1M、軸長が約 4.8M とされていて、その推力は通常で 11TF108KN 以上、アフターバーナー使用時で 15TF147KN 以上に達し、タービン入り口温度は1800度以上とされる。この推力性能はF110 の推力を3割ほど上回るとされ、アメリカ空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機である F22 ラターに搭載されているプラット&ホイットニー F119 と比べても遜色がないと言われている。なお、
航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー製の FE-35 はアフターバーナー使用時の最高出力が 191.35kN とえ V119 や XF9 を大きく上回っているが、そのサイズは一回り大きくえ F-35 は単発エンジンである。そのため双発エンジンの F-15 やえ普通には単純な推力比では F-35 を上回り、日本の次期戦闘機も公表されているデジタルモックアップを見る限りでは双発であるため、その速度や加速性能などにおいて F-35 とは同等以上と推定されるのである。ちなみにジェットエンジンにおけるアフターバーナーとは、エンジンの排気に対してさらにもう一度燃焼を吹きつけることで再度燃焼させてより高い推力を得る装置のことを指す。高い推力を得られるため戦闘機においては緊急離陸時や戦闘起動の際に用いられるが、大量の燃料を消費するため長時間の使用はできない。日本政府と防衛省は、この先次期戦闘機の開発については、海外技術の提供が必要不可欠として、戦闘機開発では、先駆者であるロッキード・マーティンの支援を受けて、機体のステルス性向上やアビオニクスなどについて、共同開発をするとして調整している。また、エンジン開発については、XF9 を開発した IHI を中心として進めていくことになっているものの、量産によるコスト削減やさらなるコンパクト化と性能向上に向け、ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイスの協力を得て共同開発とする方向で話が進められている。現在ロースル・ロイスはイギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機テンペストのエンジンを担当しており、 IHI との技術提携で双方の戦闘機に搭載するエンジンのコンパクト化と部品を共有することによるコストダウンを図りたいとの思惑があるという。実際にこれまで IHI とロールス・ロイスは民間企業ジェットエンジンにおいて共同で開発・製造を実行しており、その関係性は良い。 XF9 のさらなるコンパクト化に成功すれば、次期戦闘機の機体に余裕ができ、機体全体のコンパクト化のみならず兵器搭載量や搭載燃料を増やすことが可能になるなどのメリットがある。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合には、敵レーダー並みの反射を防ぐため機体内のウェポンベイの中にミサイルを収容するが、機体に余裕がないと搭載できるミサイル数がかなり少なくなってしまうといって、従来通りに翼下や胴体下のハードポイントに吊り下げてしまうとステルス性を損なうことになるため、大きな対艦ミサイル、対地ミサイルも搭載できる広いウェポンベイが望ましいとされているのである。そしてコンパクト化の他にも推力変更ノズルの開発も進められていて、これは飛行中に推力方向を変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置で、これについてもロースル・ロイスとの協力でスムーズに開発が進むと考えられる。このように今後の成長にさらに期待が膨らむ XF9 エンジンであるが、その開発に戦々恐々としている国がある。中国メディアの八卦号の記事では、中国では戦闘機用のエンジンとして渦王儀15の開発が進められているが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いため先に実用化される恐れがあるとした上で、 XF9 の高性能について紹介し、日本の戦闘機開発技術は今やアメリカと肩を並べつつあると、その成長について指摘している。
また、もう一つ、日本の高性能な次期戦闘機の出現の可能性について、大騒ぎをしている国がある。海上自衛隊の P-1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射する、敵国とも言える韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、すぐにでも、徳島、竹島を奪還に来ると、大騒ぎをしているという。この隣国では、日本の次期戦闘機に対抗して、次期国産戦闘機 F-21、フォラメ、若鷹の開発を進めているが、日本より早く、その試作1号機が完成したとして、2021年4月に、盛大に、製造工場からの出庫式が開催された。しかし、完成したはずの機体は、まだ飛行することができず、初飛行は、2022年として、地面を引きずり回して、また工場に戻したことは、もう笑うしかない。この国の国防とは、常に、日本の上を行くということであり、日本が持つ兵器は、韓国も必ず保有しなければならないとして、出雲、型の空母化を意識するあまりに、自国に必要のない軽空母を建造するという。そして、これも、また必要ないと思われる原子力潜水艦を、日本が保有する前に保有したいと、アメリカにわがままを言って困らせるとんでもない、同盟国なのである。中国は、急成長する、この戦闘機分野を警戒しています。日本の底力を、今まさに結集する時期です。韓国は、考えることが、論外の国になり下がってしまいましたね。防衛費は、考えない方がいいですよ。見てくれて、ありがとうございます。もう、すでに情報を知っている方はスルーしてください。韓国が、2番艦マラド強襲揚陸艦を就役しました。今回は、甲板の耐熱処理について、詳しく見ていきます。F-35B ステルス戦闘機艦載可能との報道もあったが、実際はでしたね。やっぱり言うことと、することが違いますね。ある意味スケールが違います。2021年6月末に、韓国で独特級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役し、1番艦のドクトの2007年に、就役から14年を経たこともあり、同型艦とはいえ、可能な限りの船体の拡張が図られた形となっている。具体的には、マラドは、満載排水量が19000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、これは、1番艦のドクトより、満載排水量で約500トン、全長で約15メートルほどの船体の大型化が実現されたものだ。このドクトから今回のマラドまでの14年間に、日本の海上自衛隊では、ヘリコプター搭載型護衛艦の
出雲、加賀に航空母艦化改修を施すことが決定したため、韓国もこれを睨んだ艦としたかったようだ。というのも、マラドの全通飛行甲板には、航空機用の耐熱処理加工が施されているといい、一部では、日本の出雲、加賀と同様に短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性も取り沙汰されている。しかし、マラドの飛行甲板への耐熱処理加工とは、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能なレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないというのが、大方の見方だ。これは、F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐えうる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそも、ドクト級強襲揚陸艦の内部構造は、F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計ではないことが、その理由として挙げられている。また、耐熱加工以前に、マラドの飛行甲板の強度自体が、戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないとも言われており、その点からも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは、物理的に困難な模様だ。こうしたある種、非常に特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に、必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、見た目に全通飛行甲板を備えるとはいえ、戦闘機運用は容易ではないとわかる。裏を返せば、日本の出雲や加賀は、設計、建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも言えそうで、これらの建造の際に、野党が憲法で禁止された空母だと、非難していたのも当たっていたと言えなくもない。ただし、これまでの日本政府の見解では、日本が憲法上保有できないとしているのは、SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、そして攻撃型の空母であり、出雲、加賀は攻撃型に抵触しないとの判断に基づく。自衛隊は軍隊ではないという他国から見れば、摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている中では、艦艇、航空機等の主要な装備の調達にも非常に面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も一方ならぬものがあるだろう。さて韓国のマラドだが、一番艦のドクトは強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されているが、今回は大型輸送艦と呼称されており、これがどこに向けられた何故の配慮なのかは、はためからはよくわからない。韓国内のメディアは、一番艦のドクトそして二番艦のマラドと着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると、おおむね報じており、世論的な面からも、航空母艦の保有に、日本のような意味での否定は見られない。ただ、現実的な論者たちからは、韓国の最大の仮想敵国は、今でも、一時休戦状態にある北朝鮮であり、地続きの同国に対して、航空母艦を保有することは、有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないとの意見も見られる。こうした意見は、韓国の置かれた地理的、軍事的状況を考えた場合には正論だと思えるのだが、多くの世論は、日本が、竹島、韓国名、ドクトを軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているようで、その対策に、空母の必要性を唱えている。これは、日本が、出雲、加賀、の航空母艦化を決定して以降、なおさら、韓国も、対抗上航空母艦を保有すべきという声が大きくなり、世論に、迎合し政権の支持率を高めるために、現文政権が、半ば強引に推し進めているように見える。韓国は、
マラドに続く独特級強襲揚陸艦の3番艦を、すでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、これが、このところ本格化している、韓国初の軽空母になるものと考えられている。韓国の軽空母計画で興味深いのは、これまで、ドクとマラドの2隻の独特級強襲揚陸艦の建造を手掛けた、ハンジン重工業者ではなく、ヒュン大重工業者とテウ造船海洋社が名乗りを上げている点だ。前述のように、独特級強襲揚陸艦を通じて、航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと報じられている割には、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を変更する方向で進んでいるのは、稀有な感もある。ただし、いずれにせよ、韓国独力での航空母艦建造は困難であるために、ヒュン大重工業者には、イギリスのクイーン・エリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、テウ造船海洋社には、イタリアのフィンカンティエリ社が支援を実施している。すでに、韓国の軽空母計画の初動の概念設計においては、ヒュン大重工業者の案が採用されており、したがって、バブコック社が支援する形で、クイーン・エリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦方式が盛り込まれる可能性が高い。2021年5月に、イギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行中のクイーン・エリザベスだが、こうした事情もあり、韓国に寄港する可能性も高いとみられ、本採用に向けた韓国へのアピールが予想されている。一方のテウ造船海洋社とイタリアのフィンカンティエリ社のコンビは、ドクト級強襲揚陸艦と同様に、むしろ艦艇の船体をコンパクトにし、ある種小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられる。フィンカンティエリ社が手掛ける代表的な艦艇は、2022年に就役予定で偽装中のイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量 25,816 トンで、韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだ。強襲揚陸艦トリエステは、全長245メートル、全幅47メートルと比較的小型だが、それでも艦載機はヘリコプターとへ、F-35 ライトニング 2B 型の合計で、最大20機ほどの収容が可能とも言われており、航空機の運用能力も低くはない。ただし、韓国の軽空母用のテウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社の案には、強襲揚陸艦、トリエステや、ヒュン大重工業社、バブコック社案と異なり、スキージャンプ方式は採用されていない。個人的には、クイーン・エリザベス級航空母艦を、若干ダウンサイジングしたかのようなヒュン大重工業社、バブコック社案よりも、テウ造船海洋社と、イタリアのフィンカンティエリ社案の方が現実的な気はする。ヒトマル式戦車は、日本が誇る最強クラスの戦車です。なんと砲塔が。
一度ロックオンすると、もう逃れることができないのです。そんな日本製ヒトマル戦車を詳しく見ていきますね。砲塔の先にグラスを置いても落ちないほどの高性能なんですよ。日本の周辺国には作れない代物です。2021年1月現在、陸上自衛隊が保有している戦車は、古い順に、74式戦車873両、90式戦車391両、10式戦車93両の3種類であり、最新の10式は、未だ生産が続けられている、最新型だ。戦車の能力別の新しさを示す世代の区分としては、74式が第 2.5 世代、90式が第3世代、そして、ヒトマル式が第 3.5 世代と評されており、西側諸国の戦車中では、第 3.5 世代が最も新しい。具体的に、それらは、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 やドイツ軍の、レオパルト 2A7、イスラエル軍のメルカバ MK4 などであり、いずれも複数回の近代化改修を経て、現在に至っている。これらの西側諸国の主力戦車から考えれば、本来は日本も90式戦車に、近代化改修を施して、第 3.5 世代戦車とすることが同じような進化と、思われるが、あえて、新型の10式を開発、採用している。近年では、戦車対戦車の大規模な戦闘など、ほとんど発生することは、考えられない、との軍事トレンドの変遷からもそれが、一般的だと思われているが、日本は、なぜ違う方向を取ったのか。それは、世界の西側各国とは大きく異なる日本の地理的な要因にあり、それが90戦車の近代化改修ではなく、ヒトマル式戦車という新規戦車の開発に踏み切らせた最大のポイントだと言えるだろう。まず、90式戦車は全長 9.8 メートル、全幅 3.4 メートル、全高 2.3 メートル、重量約50トンの車体で最高速約70km を発揮し、3名の乗員と44口径 120mm 滑空砲を搭載している。次に、ヒトマル式戦車は全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.3 メートル、重量約44トンの車体で最高速約 70km を発揮し、乗員と主砲は同様の仕様となっている。ちなみに、アメリカ軍の M1A2 スペック V2 は全長 9.83 メートル、全幅 3.66 メートル、全高 2.37 メートル、重量約68トンの車体で、最高速約 67km を発揮し、4名の乗員で、主砲は同様だ。これらの使用上のカタログスペックを見て明らかなように、10式戦車は、世代のくくりこそ第 3.5 世代とは言うものの、明らかに大きさ、重量ともに、ダウンサイジング化を図ったものである。これは、前級である90式戦車が冷戦時代の旧ソ連から続く現ロシアの北海道への侵攻、上陸を前提にその阻止のために開発されたものであるのに対し、その前提を改めたためだ。従来の90式戦車は、広い北海道での戦闘を前提に製造されていたため、本州以西の日本の狭い国土では、通行できる道路や橋が非常に限定され、
時代に沿わないと判断されたのだと言える。もっと言えば、世界的なツイテロ対策等の用途を考慮するならば、リ・タイではなく、車輪式の装甲車両で十分であり、戦車のような、大きく重い戦闘車両そのものの必要性を疑問視する声も上がっている。さすがに、日本では、そこまで、急激に戦車そのものを廃止するという決断には、至っていないが、対戦車ヘリコプターどころか、強力な個人用の、携帯対戦車火器やドローンの登場は、それすら予感させる。アメリカでは、海兵隊が、戦車の運用を中止する動きを加速させており、今の方向性では、陸軍に、戦車の配備は残るものの、まずもって、防御的な兵器という位置づけは、もはや揺るぎそうにない。こうした現在の戦車をめぐる潮流を受けて、今後、陸上自衛隊が、どのような判断を下すのかも、一丸式戦車の次世代を占う上では、非常に重要な、要素となってくるのだろうと、想像される。現行の10式戦車の開発は、2002年から2005年にかけて防衛省と三菱重工業によって行われ、2010年に実戦配備に至るスケジュールで進行されており、およそ8年間が費やされたことが見て取れる。とすれば、2010年の実戦配備から、今年2021年で11年を経過した。一丸式戦車は、もし、仮に、さらなる新型戦車開発が決定しても、90式と、一丸式の間の20年間よりも、さらに長いインターバルが予期されるだろう。幸い、一丸式戦車は、追加、換装が可能なモジュール式の複合装甲を採用していることから、ある程度の用途に合わせた仕様の変更は容易であり、短命に終わらない可能性が高い。また、一丸式戦車は、日本の自衛隊が装備する戦闘車両の中で、初となる C4I2 システムが採用、搭載されていることでも、近代戦における先進度が非常に向上しているとめされる理由となっている。これはコマンドコントロールコミュニケーションコンピュータとの4つの C とインテリジェンスインターオペラビリティの2つの I の頭文字の略で全体の指揮統制を担うものだ。陸上自衛隊の C4I2 システムは、各拠点の司令部が用いる陸自式システムと、現場部隊が移動、展開しつつ使用する野外型のシステムとの、大きく2種類に大別されている。個々の一丸式戦車には、一丸式戦車ネットワークが、搭載されており、これは、友軍戦車間でのリアルタイムな、情報リンクシステムであり、海上自衛隊イージス艦等の共同抗戦能力同様の働きを担っている。